アリコック国立公園はアルバの北東部沿岸に広がり、アルバ島の総面積のおよそ2割を占める自然保護地域である。園内ではアルバの特徴的な自然の景観を見ることができ、アルバ特有の動植物症、地質、歴史的遺物などの保護管理が行われている。アルバにおいてビーチ以外では一番の自然の名所であり、ハイキングやボディボードを楽しむこともできる。 現在のアリ国国立公園のあたりを国立公園化する構想は1980年頃にはすでにあった。この構想から現在園内にある庭園くぬくアリ国が作られた。その後1995年頃にはアルバ政府で国立公園の制定に関する新たな計画が立ち上がり、翌年にはそれを実行に移すための会議体が作られ、1997年には 方針文書が策定された。そして2000年9月28日にアリ国国立公園が正式に設立された。2003年7月にはアリ国国立公園財団が設立され、以後公園の管理運営は同財団が担っている。アリ国国立公園内は地質学的に多様性に富んでいる。主な地質は 火山によって形成されたアルバ洋岩層とサンゴ礁が化石化してできた石灰岩層である。玄武岩や石英戦力岩、ト東ル岩、火山砕雪岩の地層も見ることができる。アルバ洋岩層は、白秋後期のおよそ9300万から9000万年前に火山活動によってアルバ島が海面下で形成された際にできたと考えられる。 アルバで最も古い岩石の層である。現在の公園内では、この層の枕状溶岩を見ることができる。元々のアルバ溶岩層の岩石はドレライトで、これは風化や浸食に強い。その上に異なる種類の岩石の層ができることで、起伏に富んだ景観が生まれることになった。アルバ溶岩層では他に火山活動に伴う別の典型的な岩石である業界岩や、 歴岩が圧力と熱で編成を受けた変岩も見られる。アルバ溶岩層の形成が終わって間もなく、その亀裂に貫入したマグマがアルババソリスとなり、玄武岩質の層の間に、トーナル岩や石英戦力岩の層が分布している。より新しく形成された園内の主な地質としては、高深夜のおよそ110万から10万年前に、形成された風星砂岩を見ることができる。 風色によって作られた石灰岩質の砂丘が石化し、それが化石化した石灰岩質風性砂岩の崖が地表に現れている。同じく高深夜の後期にできた石灰岩はアルバヨー岩層やバソリスの層を取り巻くように広がる石灰岩大地を形成している。海に面した石灰岩大地は侵食されて複雑で荒々しい海岸線をなし、また洞窟や 天然プールも生み出している。入り江の中には、白車の浜辺や砂丘に彩られた美しい景観を持つ、ボカプリンスやドスプラヤといった場所もある。アリコク国立公園内には、アルバ島の最高地点である、ジャマノタ山、第二の標高を持ち公園の名称の由来となった、アリコク山もある。ジャマノタ山の頂上からは、アルバの広い範囲を見渡す眺望が得られる。 アリコック国立公園の南西には、ラムサール条約の登録地でもあるスペイン型が広がり、狭い入り江にマングローブが形成され、アリコック国立公園同様、アルバ政府が保護地域に指定している。もともと、アリコック国立公園とは隣接する地域で、園内ではなかったが、水鳥の重要な栄装地であり、貴重な魚類など多様な生物が生息することなどから、 2017年2月より付属地としてアリコック国立公園が保護管理に当たっている。アリコック国立公園は乾燥した気候であり強い貿易風とそれが海からもたらす潮の影響を受けている。園内に生息する動植物はそうした過酷な環境に適応したものとなっている。多くはアルバの在来種や固有種で絶滅危惧種に指定される。 珍しい種もいくつか確認されている。園内でよく見られる動物は、鳥類とは、無種類である。その中には、アルバでしか見られない固有種がいくつか含まれる。鳥類には、2種類のアルバ固有種が生息する。一つは、チョコあるいは、ショウコと呼ばれるアナホリフクロウの仲間である。ショウコは、アルバで、特に有名な鳥で、多くのアルバ人に愛され、その誇りとなっており。 アルバの紙幣の絵にも採用されたことがある。アリコック国立公園は、証拠の絶滅を回避するための保護活動の重要な拠点である。もう一つは、プリーキチと呼ばれるチャノドインコの仲間である。爬虫類には3種類のアルバ固有種が生息する。そのうち2種類はヘビで、中でもコスコベルと呼ばれるガラガラヘビの仲間は、世界的にも大変珍しい種である。 国際自然保護連合のレッドリストでは、絶滅寸前に分類されている。住宅地やその近辺で目撃された場合、アリコク国立公園が捕獲して園内に保護するようになっている。もう一種類のヘビは、サンタネーロと呼ばれるネコメヘビの仲間である。それから、コドドブラウと呼ばれるムチオトカゲの仲間も確認されている。また、園内には小規模なロバの群衆も見られる。 ロバは西洋人が入植時に持ち込んだものだが、その子孫はアルバの厳しい環境に適応し、いくらか変化した姿を見せる。画像アルバに自生するジビジビの木園内には、多様なサボテンが生い茂るほか、およそ50種の草木が存在する。樹木の中には、絶滅危惧種となっているものもある。園内で特徴的な樹木としては、奇抜にねじれた用紙を持つジビジビ。 黄色い長豆が実るメスキートの一種、クイーあるいはクイー、硬く鋭い棘を持っている風バダが挙げられる。フォンテイン洞窟の岩い15世紀にスペイン人がアルバへ入植を始めた際に、すでにアルバに定住していたのはアラワくご族のカケティオ人であり、彼らが残した岩いは今日でも見ることができる。その中から鳥の衣装を写し取ったものが公園のロゴにもなっている。 岩絵が見られる場所は、石灰岩大地にある洞窟の壁や天井と、ドレライト層の巨歴である。岩絵には、人をかたどった要素、幾何学的な要素、動物をかたどった要素があり、赤、白、茶色の陰影で描かれている。フォンテイン洞窟の岩絵は、人をかたどった要素は、手の形だけ、動物をかたどった要素も、抽象的なものが一種類だけだが、 洞窟の浅い部分に、だけに、岩絵が存在する構造が、洞窟に岩絵を描く際には、自然の最高が得られる場所が選ばれたことを、如実に示している。クアディリキリ洞窟の岩絵は、人をかたどった要素が豊富で、手の形の他に目などの顔の造作、全身の人形も描かれている。人形は、躍動的で、具象的な描き方になっている点も特徴。 動物をかたどった絵には、単純で抽象的なものもあれば、もう少し写実的なものもある。アルバの祝いで最も凝ったものは、くぬく、アリコクのドレライと巨歴に描かれた祝いで、動物をかたどった要素が豊富にあり、人をかたどった要素も複雑なものになっている。そのいずれにも、日食で描かれた祝いが含まれている。園内で見られる、キャスディ島の家、アルバ島は、濃厚には、 難しい環境であるが、過去にはそれに挑んだ痕跡が、もろこしや豆が残る農地跡に見ることができる。農地には、農家が暮らす家も建てられており、そのような家屋が2軒、園内で復元され、見学することができる。家屋は、もともと建てられた時と同じ、現地で入手できる自然の資材を使って作られ、住居の他に、納屋や便所、脱穀場、豚小屋などもあり、 王子の生活様式を垣間見ることができる。家屋の建築様式は、アルバの伝統的なもので、壁や屋根の外面に粘土が塗られており、その外観から、キャスディトートと呼ばれている。1800年代の前半には、アルバで金脈が発見され、金の採掘を行った跡が、園内には広がっている。島内最大の金鉱であったミララマルでは、 盾坑跡や廃屋を見学することもできる。ありがとうございます。